本日最初のセッションは、矢倉正隆さんにご登壇いただきます。このセッションでは株式会社ピクセルグリッドの矢倉正隆さんにご登壇いただきまして、セッションをいただきます。矢倉さんはウェブ標準技術やブラウザの実装動向にとても詳しく、各地のウェブ系イベントでの講演や雑誌、オンラインメディアへの原稿執筆、書籍の監修版役など多数手掛けていらっしゃいます。あのコードルグリッド僕も読んでます。はい、まあ、すみません、そういうのは、いいんですけども、ね、このワードキャンプ東京の基調講演とも言うべきセッションでは、矢倉さんよりステートオブザウェブと題してウェブプラットフォーム技術の現在や今後どのようにウェブが進もうとしているのかについてお話しいただきます。それでは矢倉正隆さんで、ステートオブザウェブです。皆さん盛大な拍手をお願いいたします。聞こえますでしょうか。聞こえてますね、多分ね。これね、基調講演風な扱いだったんですね。知らなかったです。ウェブについてちょっと今日はお話しさせていただきます。というのも私、ここに立つのもちょっと申し訳ないんですけど、そこまでワードプレスと関わりがなくてですね、もちろん執筆の時に、何か原稿をこう寄稿する時とかにワードプレス使うことがあるんですけど、あんまり自分で、触ったことがなかったりとか、まあ、するので、まあ、私の得意なウェブの話を、しようかなと思います。改めまして、自己紹介いたします。矢倉正隆と言います。株式会社ピクセルグリッドという、我々は JavaScript の会社と呼んでるんですけど、でフロントエンドエンジニアをやってます。といっても、僕はどちらかというと JavaScript ゴリゴリっていうよりも、まあ、HTML とか CSS 書いたりとか、あとはそうですね、コードグリッドっていう、ウェブ技術者、開発者とか向けの、メディアの原稿を書いたりとか、あとは新しめの技術を使って今後に活かせないか考えたりとか、そういうことをやっております。よろしくお願いいたします。文字見えますかね。あとなんか縦に長いとかするのは仕方ないな。はい、ウェブの話をしようと思うんですけど、ウェブって来年で30歳です。今年が29年目ですか。1989年の3月にウェブの構想っていうのができて、でそれから考えると来年で30歳っていう感じになります。で、まあ今日はこれからの話をしようとは思うんですけど、現在とかこれからの話をするんですけど、まあその前にウェブがどういう変遷をたどってきたのかっていうのを、考えるとですね、まあ本当に最初はウェブページ、もともとは技術論文とかを科学者の間で交換するために作られたネットワーク。と、その上に、やる、その上で情報交換するためのフォーマットとか、そういったものを、定義したものでした。ただ、いろいろ使えるということが分かり、オープンに広まったので、企業のウェブサイトができたり、もしくは個人のホームページとして、進んだりとか、そういう始まりがありましたと。で、時はちょいと経ち、多分10年、15年だと思いますけど、Web 2.0 っていうのが多分15年ぐらい前なのかな、もてはやされた時期がありました。ちょうどその時に、まあ、Gmail であったりとか、Google Maps とか、JavaScript を結構ゴリッと使って、Web ブラウザ上でインタラクティブな動きをするようなものが登場しました。結構革新的で、だから Web 2.0 とバージョン番号が上がったような感じのもてはやされ方をしたんですが、そういうところで JavaScript が再発見されました。もともとその5年ぐらい前から JavaScript すでにあったんですけど、どちらかというとマウスカーソルの後ろに何かひょろひょろついていたりとか、なんか小賢しいものをするものが多かったんですが、よりプロダクションで使われるような技術として再認知されたっていうのが JavaScript ですね。でそれからまあさらに5年ぐらいだって2007、8、9とかそれぐらいだと思うんですけど、HTML5 っていう、ムーブメントというんですかね、まあ、盛り上がりがありました。勢いがつきました。JavaScript とか、あるいは CSS3 とか、いろんなものが、統合されて HTML5 と呼ばれて、よりグラフィカルな表現とか、さらには、それまでの JavaScript でもできなかったこと、新しいこと、例えば WebSocket で、によるチャットだったりとか、そういった、新しい表現っていうのが次々生まれました。で現在、まあ、ちょっとそういう動き HTML っていうものを流行として見た場合は、その流行もしっかり、落ち着いたかなっていう感じがします。
で中にはウェブっていうのはもう落ち着いてしまって勢いがなくなったねっていう人もいると思うんですけど、僕は結構ウェブに肩入れしている人だから、多少なんだろうウェブに寄った見方をする、している部分はあると思うんですが、ただウェブが落ち着いたかっていうと、まあ落ち着きはしたんですが、勢いがなくなったかっていうと多分そうではないと思います。勢いというのはちょっといい表現ではないかもしれませんが、ウェブっていうのがさらに当たり前のものになったんじゃないかなと思っています。というのもここ2、3年のその開発現場的なものをいろんな人と話するんですけど、ネイティブアプリをやってた方が普通に JavaScript を変えて、で、ネイティブのアプリの React ネイティブとか、そういったラッパーでネイティブアプリを出したりとか、あるいはこれまで、もうちょっと固めの言語を使っていた Java とか、そういったものを使っていた人が JavaScript で管理画面を変えたりとか、そういったことも見られます。なのでウェブ技術っていうのはもう本当に何だろう、ウェブデベロッパーだけのものではなくなったんじゃないかな、普通に開発者の一ツールとして認知されたんじゃないかなと思ってます。なのでウェブがもうちょっと透明化した、希薄化したというか透明化したんじゃないかなっていうのが、僕のまあまあ偏った認識です。じゃあなんでこう30年もウェブが続いたのかっていうのを考えると、やっぱウェブのいいところっていうのが多分あるんじゃないかな。で、それは何だろうなって、まあ、考えたんですが、まあ、これですね。写真失敗したなと思ったんですけど、このなんだろう、グレイテストショーマンみたいなやつは、まあ、リーチするっていうイメージが、僕はあります。ウェブは広くリーチするんじゃないかな。ネイティブとか他のプラットフォームに比べてもリーチが広い。なぜかというと、基本的にウェブはオープンな、技術で作られています。まあ、他のプラットフォーム技術も多くのものはありますが、ウェブはそれ以上に、ベンダーとか OS とかそういうのを問わず使える開発できる技術です。あとはウェブページっていうのは本当にリンクをクリックしたら、すぐアクセスできます。インストールが、必要ありません。これが例えばネイティブアプリとか、あるいは普通の Mac とか Windows のソフトウェアだったりとかすると、アプリストアに行ったりとかしてダウンロードをして、たまには購入のなんかね、ログイン情報とかを入れたりとか、そういった何らかのステップが間に必要になるかなと思います。で、まあマーケティングの話にちょっとなるんですけど、こういったステップが一つ減るためにコンバージョンがなんか数パーセント下がるらしいんですね。で、ウェブっていうのはそういうのをすっ飛ばしてすぐまあ、情報にありつける、アプリにありつけるっていうところが強みなんじゃないかなと思います。あとは必要なのはブラウザだけです。で、ブラウザっていうのは大体どんな OS にもプリインストールされています。例えば何だろう、新しく iPhone が発表されましたけど、新しい iPhone を買いました。で、一からセットアップしようと思って、ああ Twitter やりたいなと思ったら、まずアップストア行って、Twitter のアプリを落としてでログインしないといけないっていう面倒くささがあります。ただ、ウェブブラウザだったら普通にサファリがプリインストールされているので、まあ、それでよければ普通に twitter.com にアクセスすれば、あとはログインして済むだけです。そういう強さっていうのは、ウェブにしかないのかなと思っています。少なくとも他のプラットフォームに対するアドバンテージではないかなと思っています。今年の Google I.O.に行ったんですけど、その中のウェブ関連のセッションで、こう言っている、単語はこう言っている人がいて、ああいいなと思ったんですけど、ワンタップアウェイって言ってました。ワンタップでアプリにつながるっていうのがあって、ああこれはすごいいい表現だなと思いました。こういったそのリーチの、低くするための、性質を持っているところがウェブのいいところ、それをより良くしていくのが今後のウェブのあり方なんじゃないかなと思ってます。で、まあ、こうしたウェブの良さっていうのをさらに広げるために、まあ、いろんな努力をブラウザベンダーであったりとか、あるいは開発者、ライブラリの開発者であったりとかが、日夜努力したりとかコミュニケーションを取ったりとかして進めているのが昨今です。で、今日はその中のトピックとして、まあ、3つぐらいキーワードをお話ししようかなと思います。で、そのウェブの
良さばっかりを注目したんですけど、まあ、足りないところっていうのもやっぱりありますよね。ネイティブとかと比べるとやっぱり機能が足りてない、なんだろう、人によっては OS の中の連絡帳にアクセスしたいとか、あるいはファイルを思いのままにダウンロードさせたりとか、まあ、そういった機能が、まあ、ネイティブアプリにありますけど、ウェブにはちょっと残念ながらセキュリティの関連で、まだまだなさそうっていう問題はあります。あと、まあ、ブラウザだったら大体タブ閉じたらそこで終わりなんですよね。それがウェブのいいところでもあるんですけど、やっぱり継続的にアクセスするためのなんだろう動機づけみたいなのがちょっと足りないかなっていう気もします。特にアプリとかサービスを提供する人にとっては、これって重要なことなんじゃないかなと思います。あとはどうしてもやっぱ使っている技術が、アプリのために作られたものじゃないし、アプリのために最適化できるものでもないので、まあ、遅くなりがちかなという、まあ、もちろん早く作ることもできるんですけど、他の技術に比べるとちょっとそこに考えることが多かったりとか、そういう問題が課題があるかなと思ってます。まあ、さっきも言った通りそういった足りない点を補う動きっていうのも、実際に進んでいます。いくつかに進んでますし、その中のいくつかを、紹介できればと思うんですが、まずその前にですね、今日お話しする1点目のポイントではあるんですけど、これは足りないものを補うとか新しい機能を、追加するっていうものではないんですが、まず現状、何が起こっているのかということについて、紹介する1つ目のキーワードがこちらです。 HTTPS になります。最近 Chrome でこういうのを見かける、ことって増えてないでしょうか。まあ、何かっつうとアドレスバーの横にこう安全ではない通信とか、多分これちょっと英語のスクリーンショットしましたけど、出てるんじゃないかなって思います。これは何かっていうと、今まで http://みたいな感じでアドレスが始まってたと思うんですけど、大体そういうサイトっていうのは安全じゃないんですね。というのも http って、情報が、まあ、プレーンテキストで送られてしまうんです。これってウェブのいいところでもあったんですけれど、ただ、ウェブのな、ウェブじゃないや、そこで送られる HTTP で送られる、通信がプレーンテキストで誰でも見られてしまうという可能性があるっていう、問題が一つあります。で、見られるだけだったらまだいいかもしれないんですけど、まあ、改ざんされるっていう可能性も考えると途端にいろいろ怖くなりますよね。で、実際にこれでセキュリティに関する、脆弱性が見つかったりとか、あるいは実際に何かパスワードが流出したりみたいな、そういうことも起こってしまっています。 HTTP が安全じゃないっていうのを、今一度認識しないといけないっていう状態にあります。だからなおさら、Chrome は結構頑張って HTTP のサイトは安全じゃないっていうふうなマークを出したっていうのが現在の流れです。まあ、その例えばなんだろう、見られてもういいよっていう情報を出してる、例えばコンテンツ多さ、なんか自分でホームページを持ってて別に大した情報じゃないから別にこれは見られてもいいよとか、まあ、改ざんは嫌かもしれないから見られてもいいよっていう人がいらっしゃるかもしれないんですけど、例えばね、小学校の時とかクラスの女子がですね、何かノートの切れ端かなんかに物を書いて、なんかすごいこれぐらいの封筒かなんかに綺麗に折りたたんでこれを何々さんに渡してと言われて、で渡すじゃないですか、ね、まあ、中身に何が書いてあるか分かりませんけれど、中身に何が書いてあるかは基本分からないんですよね。ただもしそこで何々さんに渡してっつって、はいっつってペラペラって開いて、うん、はいって渡したら、結構なんだろう、緊縮ものっていうか多分それ以上ですよね。サイコパスですよね、どちらかというと。怖いですよね。しかもさらに中身が書き換われたりすると、まあ、大問題っていうか、なんだろう、怖いところのサービスではない。だから中身を見られるっていうことについてはもうちょっと敏感にならないといけないんじゃないかなって思っています。というのも、Google とか他のベンダーが HTTPS 化を進めるにあたって、なんでそんなに強硬な手段に出ているかっていうと、やっぱ国家による検閲であったりとか、あるいは、まあ、検閲ですね、検閲を嫌っているっていう部分があります。まあ、アメリカが結構自由を謳う国だっていうのもあるんですけれど、
やっぱり、テック企業として自分たちの技術っていうものが、悪用されかねる状況っていうのを彼らは許容できないっていうところで HTTPS による暗号化通信っていうのが、すごく求められていて、そしてそれをユーザーにも求めようとしているっていうのが現状です。結構、これを見ると結構なんでしょうね、なんか好き勝手やってんなというのもあるんですが、やっぱりいずれは、情報の中身を見て、それによって何か、なんだろう、例えばブロックをしたりだったりとか、日本でもね、漫画村みたいなもので、問題になってますけれども、そういったものもあります。そういったきな臭い感じになってきています。なので、情報は何であろうと伝えるっていう、まあ、憲法でも多分決められてるやつですけど、それを守るためにその情報が何であるかを知らせないっていうのも、一つの権利として、ちゃんと訴えていくべきだと思うんですね。なので HTTPS っていうのはかなり必須な、状態になってきています。じゃあその HTTP っていう安全じゃないものから暗号化されて、まあ安全とは確実に言い切れないんですけれど、少なくとも情報を中身見ることがかなり難しくなる、 HTTPS に対応するっていうのは、まあ、どうすればいいかっていう話なんですが、まあ、ここではね、全然説明できる時間が、詳しく説明できる時間がないので、3点ぐらい、ざっくり、考えました。まず証明書を発行するっていうのが一つです。 HTTPS っていうのは暗号なんですけど、まあそれを、まあ、保証するような、ものを証明書っていうんですか、それをまず発行してもらう必要があります。しかるべき機関に。で、HTTPS でプロトコルが変わってしまうので、埋め込んでいる画像とか読み込んでいる JavaScript の URL をちょっと書き換える必要がある。これが多分皆さんにとって一番、面倒くさいところなんじゃないかなと思います。で、最後には HTTP のサイトから HTTPS のサイトにリダイレクトをかけるとか、まあ、そういったコスメティックなところになるかなと思います。で、このうち、まあ、画像や JavaScript の URL を書き換えるっていうのは手間ではあるんですけど、まだ、まあ、どうすればいいかがなんとなくわかるじゃないですか。証明書を発行するってこれは何なんだっていう話なんですね。まあ、企業に勤めていらっしゃる方で、例えば案件で、まあ、EC サイトをどこかの企業さんに勤め、作ったとか、あるいは関わったっていう人だったら、多分証明書の発行とか、もしかしたらやったことがある方がいらっしゃるかもしれないです。ただ、まあ、一般というか、なんですかね、僕個人もそんなに経験がないっていうぐらいに、まあまあ、まだまだマイナーなタスクではあるかもしれない。で、証明書っていうのは昔は結構お金がかかるものでした。これが、HTTPS 化が、まあ、進んでいない一つの要因でもあったんですね。で、最近だとレッツエンクリプトっていう、まあ、無料で、証明書を発行してくれるサービスがあります。で、無料で証明書を発行してくれるので、こぞっていろんな、サービスが中身にレッツエンクリプトを採用して自動的に HTTPS を化を肩代わりしてくれるようなこともやってます。例えば wordpress.com だって、ホスティングの方ですね、あれとかは、多分ボタン一つかなんかで、レッツエンクリプトを使って、自分のブログに HTTPS 対応を施すみたいな、そういう機能が備わっていると思います。他にも例えば GitHub が GitHub Pages っていう、まあ、簡単なホスティングがあるんですけど、それも対応してますし、他何だったかな、まあでもこういう感じでレッツエンクリプトはいろんなところで使われるようになっています。もし証明書に関して何から何まで分かんないって言ったら、レッツエンクリプトと、まあ、サービス名かなんかを、半額スペース入れて検索してみてください。結構、導入例っていうのが増えてきているので、何かしらつかめるんじゃないかなと思います。で、証明書を入れている、すでに入れている方っていうのはもう本当に拍手もんなんですけど、ありがとうございますっていう感じなんですが、まだちょっと気をつけないといけないことがあるんですね。なんだろう、そのうちですね、具体的に言うと来月の後半ぐらいかな、こういうページを Chrome、 これは Chrome のスクリーンショットなんですけど、見ることがあるかもしれません。これは何かっていうと、証明書のエラーのページなんですね。証明書ってやっぱりすごく大事なところなんですけど、その管理がずさんだったりとかすると、まあ大目玉食らうじゃないですか。で、その大目玉を食らった結果がこれで、シマンテック系列の証明書を発行する会社っていうのが結構追い倒しまして、
で、Chrome とか、Firefox とかブラウザベンダーが激横になっちゃいましたと。で、ある程度の期間は設けたんですけど、それ以上の期間を過ぎてしまうと、この証明書を、無効なものだとして強制的に扱うよっていう状態に なるんですね。それが来月の多分半ばぐらいです。 Chrome が70で、Firefox が63なんですけど、ちょうどリリースが来月の半ばぐらいなので、それがリリースされてしまうと、こういった表示をいろんなサービスで見ることになるかもしれません。僕結構開発版を使って普段ウェブ見てるんですけど、見らんないサイトって国内でもすごい多いですし、海外でも結構多いです。メールとか送ったら対応してくれたりする企業も結構あって、多少なりともよくはなってるんですけど、それでも予断を許さないかなっていう状況になってます。なので、もし証明書導入済みの、方がいらしたら、証明書それが本当にいい、ちゃんと更新されてるかとか、あるいはしまっていく系のものを使ってないかっていうのを確認してみてください。コンソール開発ツールでコンソールとかを見ると、結構これしまっていく系の、やつ使ってるから来月には無効になるよみたいなメッセージが出ているかと思います、対象のサイトでは。まあ小難しい話ではあるんですけど、しかもあんまり面白くもない話なんですけど、 HTTPS 化っていうのはかなり必須になってきています。 Google も確か検索順位をね、 HTTP のサイトは下げるみたいな、そういうことを行っている、あるいは行うみたいな、そういう話を聞いたことがありますし、まあそういった意味でも SEO 的な意味でも結構、HTTP をに固執するとかは、まあ不利な状況になると思います。もちろん例えばなんか使っている広告のネットワークだったりとか、あるいはサードパーティーの JavaScript だったりとか、自分ではどうしようもない要因っていうのはあるんですけど、そういうのがないかどうかを調べる目的でも HTTPS 化について今一度改めて考えてみてください。というわけで、ちょっと楽しいかどうかわかんないけど、まあ、ウェブの良さを生かすっていうちょっとポジティブなトークにしたいなと思います。先ほど言ったリーチを生かすっていう、話があったんですが、で足りない点もあるって言いましてね、それを足りない点を補いつつ、より良い、ウェブの形っていうものを提案しているのが、プログレッシブウェブアップス PWA って呼ばれるものです。確か今日も午後にそういうセッションがあったかと思います。PWA って何かっていうと、まあ、プログレッシブウェブアップス、訳が難しいんですけど、僕はアプリのようになっていくウェブだと思っています。どういうことかっていうと、例えば普通のウェブサイトっていうのはさっき言った通りタブを閉じたらそこで終わります。なぜかっていうと、ウェブっていうのは結構情報だけだったりとか、ただ見て終わりだけっていうものは結構ほとんどです。で、ウェブアプリって言っても、例えば、デスクトップにショートカットを作ったりとか、しない限りは、まあ普通にタブで開いて閉じてっていうのが当たり前だと思います。なので、使い続けていく、あるいは常に、自分の近くに留めておくっていうのがすごく難しいメディアであると思うんですね。しかも、まあ遅い要因だったりとか、あるいはスクロールがガタついたりとか、結構なんだろうな、作るものの、作る人の技量とか、あるいは、まあ、制約によっては遅くなってしまいがちなんで、まあ、使い続けたいかなって思うかっていうのも微妙です。で、そこら辺をプログレッシブウェブアップスでは重視して、まあ、パフォーマンス大事だよ、スルッとさせられるのが、いいよとか、あるいは使い続けられるための、まあ、施策っていうのも重要だよっていうことをしています。で、これは別に、まあ、もともと Chrome の開発者が提案したものなんですけど、まあ、今だと他のブラウザーベンダーもそうだし、あとはサービスの提供者とかも一緒なんで進めています。すでにいろいろ実例があって、国内だと日経さんとか、あと、海外だと Twitter ですね。ついこの間、先週ぐらいだったかな。今、PC で見ている Twitter、PC のウェブで見ている Twitter って、まあちょっとインタラクティブなんですけど、PWA とはまだちょっと言えない状態なんですね。それを、PWA にしていくよみたいな発表をしていました。具体的にはモバイル版の、ウェブのツイッターがすでに PWA なんですけど、それをデスクトップ版にも拡大していくみたいな、そういう話を、していました。まあ、なので、すでに現れてもいるし、
今後も、まあ、ある程度増えていくんじゃないかなっていうのが PWA です。で PWA、まあ、ちょっとふわっとした話なんですけど、実際どういう機能が、まあ、PWA っぽいものなのかっていうと、まず一つが、まあ、ホーム画面に、アイコン、ウェブアプリのアイコンが追加できるとか、そういうものですね。まあでもこれってもともとの iPhone でできたじゃないかっていう人もいらっしゃるかもしれないです。ただ、最近の PWA、的な実装だと、例えば Android の場合だと、ホーム画面だけじゃなくってちゃんとアプリのランチャーの中に入る。なんでアプリのランチャーからインストールしたりとか設定を見たりとか、そういうことができます。あと、モバイルの話ばっかりはしていましたが、デスクトップに対しても TWA っていう、そういう動きが進んでいます。何かっていうと、例えば何だろう、実例だと Spotify が今、PWA 化を進めていて、Spotify とかは、まあ、結構頻繁に起動して音楽を聴きたいものじゃないですか。でもブラウザを立ち上げてアドレス打つのがだるい、まあ、ブックマークしてても、まあ、ちょっと面倒くさいっていうのはあります。それが普通に、なんだろう、画面の下にあるなんていうんですか、タスクバーっていうんですか、あそこをクリックしたら Spotify が立ち上がるようにしたらすごい便利じゃないですか。あるいは OS の、検索機能かで Spotify って言って出て打ったらもう Spotify が立ち上がる。しかもそれが Web なので、まあ、素早くアクセスできるっていうのはすごい強みっていうところで、デスクトップに対しての PWA っていうのが広がっています。なので、まあ、ホームスクリーンって言いましたけど、まあ、ほぼインストールに近いような形で Web アプリが利用できるっていうのがあります。まあ、そうなると、まあ、エンゲージメントが向上できるだろうっていうふうに言われています。もう一つはオフラインですね。まあ、Web って当然ながら機内モードにしたら次アクセスした時にはオフラインですって言われて、まあ、終わりで、この Chrome の、恐竜のゲームで遊ぶぐらいしかないんですけど、この Chrome の恐竜何回かクリックしたらゲームができるんで、ぜひお楽しみください。で、ただ、まあ、これを毎回やって遊ぶのって辛いんで、まあ、オフラインでも最低限は動くように、例えば、側の HTML だけキャッシュするとか、あるいはすでに見たコンテンツをキャッシュしてオフラインの時に、まあ、多少これオフラインですよっていう風に見せながら見せつつも、これキャッシュしましたっていうのを見せるってやると、まあ嬉しい人もいる。まあアプリによっては全然その動的なコンテンツの更新を必要としないものもあるので、嬉しいなっていうのがあります。もう一つは、プッシュノーティフィケーションですね。プッシュ通知ですね。今までは、ブラウザを閉じたら終わりだったんですが、今度は、ブラウザを閉じても通知が送れます。すでにいろんなサイトで実装されていて、残念なことに、アクセスしたらChrome のアドレスバーあたりとかがピコンってなんかダイアログがあって、プッシュ通知を送りたいと申しております、許可しますかみたいなダイアログがいっぱい出るサイト、まあ、ニュースサイトにもあるんですけど、あるかと思います。まあまあ、それの是非どうかはあるにせよ、まあ、プッシュ通知を送るって、まあ、エンゲージメント向上できるっていうのは、これまでの Web になかったものなので、効果的に使えばすごく、パワフルなものじゃないかなと思います。残念ながら今はね、全然効果的に使えてないっていう、調査結果も出てたりとかするので、もうちょい頑張ってほしいなって思うんですけど、まあ、あとちなみに MacOS と iOS はまだ対応してないんで、まあ、そこら辺日本マーケットだいぶがっかりな感じではあるんですけど、まあでも機能としてはとても魅力的です。まあ、こういった、まあ、代表的な3例が、まあ、PWA の、まあ、PWA としてよく取り上げれるような機能です。まあでもなんかアプリでよくないっていう人は結構いるような気がします。特に日本だとね、iPhone が強かったりとかするし、ネイティブアプリが強かったりもするので、まあ、Web でどれだけやる必要があるんだっていうことを思う方もいらっしゃるかと思います。まあ、僕もそれ別にでアプリでよくないって思うものも、まあ、あったりとか、それ Web でよくないみたいなのもあったりするんですけど、なんでその Web にそういうものを持ち込もうか、持ち込みたいのかっていうのはですね、まあもともと Google の方が提案したって言ってましたけど、 Google の、まあ、最近の狙いっていうのを考えると分かります。何かというとインドです。まあ、Google のトップが今インドの人が取り組んでるんですけど、まあ、そういった、機能でインドの性質を見てみると分かります。
インドってすごいネット人口がめっちゃすごいんですね。 4.6 億人ぐらい、これ2年前の話です。新しいデータが見つからなかったんですけど、まあ、5億人近くいらっしゃる。の割にはネット人口の割合ってまだ人口の、まあ、3分の1ちょっと過ぎたぐらいなんですね。だからまだまだ伸びしろがある。対して日本全然伸びしろないんですよ。もう 91.2% ぐらいなので、まあ、だいぶサチュレートしちゃって、なので、まあ、そのマーケットに打って出るっていう時に、まあ、インドってやっぱ厳しいんです、ね。まあ、ネットってまだまだ 2G ですよ。なんだっけ、フォーマー 3G か、ムーバーとかそれぐらいの時代です。10年以上前の日本の水準になりますと。まあ 3G とか 4G も広がってはいるらしいんですけど、まあ、それでもブチブチ切れるし安定しない回線がありますと。あと料金がやっぱ高いです。平均の、どれぐらいだったかな、1日働いてようやく数百メガ買えるとか、それぐらいの、なんだろう、収入に対するデータ料金の値段らしいです。これも下がっているらしいんですけど、まだまだ高いなっていう。なので頻繁に、データをこう、まあ、日本みたいにバカスカダウンロードできるっていう環境にないんですね。となると、あのアプリって辛いんですよ。なぜかっていうと、アプリのサイズって、まあ、結構でかいんです。数十メガとか、 iPhone のアプリだと多分100メガ超えるものも全然珍しくないと思うんですけど、対してウェブも最近は結構でかくはなってきてるんですけど、多分でかすぎても数メガとか、まあ、画像めっちゃあるとかだと違いますけど。なので、データ量がまず少ないということで、まあ、お財布にも、あるいはダウンロードの確率的にも、高い。あとはさっき言ったインストールが不要であったりとか、あと、っていうところが、まあ、ウェブの生きてくる道になる。じゃあそれに対してよりアプリっぽい機能を追加すればいいんじゃないかなっていうのが、PWA の考えですね。まあ、しかしここは日本って思ったかもしれませんが、まあ、日本とはいえ、まあ、3G、4G 当たり前ですけど、常にその高速通信がやってる場合、つながる場合じゃないです。まあ、月末のギガ不足とか、お昼の混み合いとかありますし、あとデータ料金も、まあ、安くはなってきてますけど、めっちゃ安いわけではない。なんか、先日、日本の平均的なウェブサイトを、まあ、見た場合、いくらかかるのかっていうのを計算した人がいて、6、7円ぐらいだったんですね。みみっちい話ですけど、6、7円かかるのかってちょっと思ってショックだったんですよね。まあ、だから、まあ、これをどう見るか分かんないですけど、安いかっていうと僕はそうでもないなと思っていて、まあ低いに越したことはないよねって思うんですね。でそれは別にインドでも同じだし、安いに越したことはないっていうのは、まあ、重要だよね。で、もっと考えないといけないのが広いリーチっていうウェブのいいところっていうのを今の、ウェブって活かせてるのかな、今の開発者は活かせてるのかな、ちゃんと意識しているのかなってところです。というのも、まあ今年って災害多いじゃないですか。すごい多くてげんなりするじゃないですか。で、災害時ってすごい正確な情報がすぐ求められるのに、ただ見ようとしたら繋がらないとか、もちろんアクセスがすごい殺到してるっていうのもあると思うんですけど、まあすごいでかい画像を入れたりとか、まあモダンな作りにした結果、でかい JavaScript を入れてページが重くなってしまって、ページが表示されないとか、あるいはテキストさえも見られないっていうのが、あります。実際、まあね、北海道で地震があった時に、まあ、友人のツイートかなんかを眺めてたんですけど、まあ、テキストは読めるんだけど画像読めないとか。でも結構ツイッターで最近だとスクリーンショットをシェアするみたいなのがあるじゃないですか。なので大事な情報がスクリーンショットで見られ、スクリーンショットで共有されてもそれは全然嬉しくないみたいな、まあ、ニュアンスは全然違うんですけど、そういうことを言っていて、ああマジかっていう、改めて結構、衝撃を受けました。やっぱり日本の通信、まあ、なんかインフラの裕福さをもってしてもこういうのにはやっぱり結構無力なんだなっていうのを改めて思い知らされました。東京もね、全然、30年以内に確実にでかい地震が起こるって言われてますし、まあまあこれって別に、まあ、日本だったらどこでも、考えないといけないことだねっていうのも、なんで、まあ、パフォーマンスっていうのを考えないといけないし、最低限のアクセシビリティ、情報に到達できるっていう本当に最低限のアクセシビリティっていうのもちゃんと確保しないといけないです。まあそういうちょっとしんみりした話も嫌なんで、じゃあ PWA っていうのをどういうふうに考えるかっていうと、
まず最初の一歩としてはライトハウスっていうのがあります。 Chrome の開発ツールに内蔵されている、チェックツールです。オーディッツパネルっていうのがあるんですけど、まあ、これで、BWA の機能とか、パフォーマンスとかアクセシビリティをチェックできます。ピクセルグリッドのサイトはまあまあでした。で、まあ、こういった早いコンテンツっていうのを作るのに早く、アクセシブルに、すると、まあ、嬉しいし、まあ、EC サイトとかでも普通に売上に直結するとか、そういった部分で速さってすごい重要なんですけど、まあ、作るにはどうしたらいいかっていうところに、まあ、手放しで褒められるわけではないんですが、お勧めできるわけでもないんですが、アンプというのがあります。これは、まあ、Google が提供している、まあ、HTML と UI コンポーネントのライブラリです。作ったコンテンツがをアンプの定義に従って作って、それをアップロードすると自動的に Google がそれを拾ってきて Google のキャッシュからも配信されます。で、ちょっと見にくいかもしれませんが、検索結果にこういう稲妻のアイコンがついて、場合によってはニュースとかだとカルーセルになるみたいなことがあるかなって。で、アンプのすごいところは、まあ、制約がある分ほとんどのページが1秒以内に表示できるってやつですね。早い、とにかく早い。で、しかも、まあ、早いって言ったんですけど、アンプの提供しているコンポーネントとかっていうのは、重くしないとか遅くしないっていう風なところにすごい注力しています。ウェブってどうしても遅くなりがちって言いましたけど、それを徹底的に排除することで速さっていうのを、実現できてるんですね。まあ、そのいいことばかりかっていうと、やっぱりなくって、まあ、アンプ HTML っていうものを書くんですけど、その制約がすごい強い。っていうのもあったりとか、あとは Google がキャッシュしてそれを表示するっていうのがありましたけど、まあ、Google の URL にそのトラフィックがいってしまうっていうのを懸念する人もいます。で、実際にそれでコンバージョンとか売上が下がったみたいな話も聞きます。ただ AMP を紹介したのは、まあ、WordCamp っていうこともありますし、 WordPress で、まあ、AMP のサポートみたいなのが、何かな、プラグインによって進んでいます。 XWP だったかな、なんかそういうコンサルの会社なのかな、が Google とオートマティックで、が提携して、実現しているらしいです。なので、僕あまりワードプレスのことわからないんで、ぜひ導入して試してくださいとは言えないんですけど、ちょっとチェックしてみてください。ちょっとだけ押しますが、失礼します。じゃあ、まとめというかチャレンジ、今回、ね、テーマはチャレンジということで叩いてみただけなんですけど、まあ、宿題みたいなものです。今回話した HTTPS、PWA、AMP なんですけど、まあ、HTTPS に関してはもうやりましょうとしか言いようがないです。まあ、難しいところもあるのは承知しています。難しさに直面したこともあります。ただやるしか多分ないんだと思います。で、PWA に関してはまず、何もわからないとか、どういうところから始めていいかわからないというところに方には、ライトハウスがおすすめです。ライトハウスは、まあ、それぞれの、まあ、指標に対して、まあ、100点満点をつけてくれるっていうものなので、それがいいかどうかは別として、モチベーションはちょっと上がります。これをじゃあちょっと点数上げるかっていうのをやると、まあ、自然といいものには近づいていく。ベストなものではないかもしれないですけど、いいものには近づいていくかなと思います。アンプに関してはまあまあちょっと、本当にいいものかどうかはまだ私もわからないんですが、まあ、試してみるといいのかなと。アンプがどういうことをしているのかっていうのを、学ぶのも結構勉強にはなると思います。なので、今日はね、これらの3つを宿題としてね、ぜひ持ち帰ってやっていただければなと思います。ただね、チャレンジって言ってもそんな崖を登るような、まあ、写真で使いましたけど、大きなものじゃなくて普通に歩いていくぐらいで、いいんですよ。なんか小さいところから始めていく。プログレッシブウェブアップスのプログレスっていうのは、まあ、結構進歩っていう意味もあるんですけど、前進していく、少しずつ進んでいくっていう意味もあります。なので、まあ、少しずつでも、まあ、上に登っていけば、よりいいウェブとかよりいい社会が待っているんじゃないかなと思います。ぜひその、よりいいウェブに向けて皆さんも、一歩踏み出していただけたらなと思います。ありがとうございました。はい、矢倉さん、どうも素晴らしいセッションありがとうございました。